カフェをご覧の皆様、こんにちは、カンタレミッキーです。いつも心に太陽を、アモーレミューです。歌は僕の人生やね、マンジャーレケスケです。はい、1987年、恋人と呼ばせてでデビュー。1990年、会いたいが全国有線放送所からブレイクして130万枚の売り上げを達成。そしてね、オリコン100位圏内にこれ87週もの長い間チャートにしたんですよ。これはね、なんと歴代3位です。すごい。そうですね、うん、本当ね。そして2001年にはですね、この会いたいがですね、21世紀に残したい泣ける名曲の第1位に選ばれましたよ。歌うことは永遠のテーマとおっしゃる歌手の沢田千佳子さんです。皆さんこんにちは、沢田千佳子です。今年は魂を癒すボイスヒーリングをテーマに歌うライブセラピーを行っております。今日は話すライブセラピー、ちょっと楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで、今月のゲストはですね、沢田千佳子さんにお越しいただきました。あゆぼわん、あゆぼわん、あゆぼ、あゆぼ、ちょっとミキ、このあゆ、何ですかこのあゆぼわんって。これはですね、あのスリランカに行ってきたんですけれども、スリランカのご挨拶なんですね、はい、こんにちはなんです。で、スリランカはね、いわゆる清浄仏教がスリランカに入って、はい、大体7割ぐらいの人たちがみんな仏教なんです、はい、へえ。で、必ずあゆぼわんっていうこのご挨拶に必ず手を合わせる。これは相手の方に対して、どうぞあなたが長生きできますようにという、もう祈りが挨拶の中に込まれされて、沢田さんはですね、2004年にこう日本スリランカ文化アワードにプレゼンターとして出席された。その後にですね、スマトラ沖の地震がありましたよね。ちょっと、はいはいはい、本当にびっくりしたんですけど、1ヶ月後だったんです。そうですよね。で文化アワードでもう本当にいい体験をたくさんさせてもらって、でちょうどインドにある、一番先にあること、いわゆるインドの涙って言われてるんですね、はい、インドの涙、うん、泣きますか、インドも、ね、インドも泣くなっていう、はい、本当に本当にインドの涙っていうぐらい、ティアドロップスの形をしている島で、で大体北海道の3分の2ぐらいの大きさなんですけど、そうですか、すごく小さいんだけれども、なんとそんな小さい島にですね、世界遺産が14箇所もあるほど、本当にもう昔ながらに歴史がある。でもいわゆるその、まあ、植民地支配にいっぱいその痛い思いいっぱいしてるんだけれども、それでもやっぱりその祈る気持ちというのは忘れない国で、そんなところにその、まあ、私は文化アワードで行って、その1ヶ月後の津波っていう部分がその偶然じゃない気がしたんですね。で何か私が歌でできること、歌で役に立つことっていうことを自分の人生に置き換えて考える、その私にとっても大きな転機になってしまったのが、実はスマトラの地震だったんです。そうですか。スマトラのね、地震が起きる2ヶ月前に起きました、新潟の中越地震がありました。あ、はいはい、近かったんですね。そうですね、そこで初めて私がその、はい、復興宣言ライブを長岡でやった時に、うんうん、会いたいがね、会いたいを歌った時にね、はい、イントロが始まって終わるまでの5分間、うん、野外で、まあ本当にちょっと小雪がパラパラと降っていた12月23日、その時にいきなりその5分間で雹が降ってきたんですよ。その雹っていうのが、こんなに大きい雹がうわーって、もううわーって降ってきたんですよ。危ない。で、次にギフトという曲を歌った時に、その雹がもうバケツをひっくり返すように滝の雨に変わったんです。へえ。で最後に幸せになろうという曲を歌った時に、うん、気が済んだかのようにピタッとやったんですよ。すごい天の演出ですね、これね。すごいですね。天の演出だと思う。あ、これは土地が悲鳴を上げていることを歌に込められ、その歌で、その歌った時にそれをこう神様がなんかメッセージしてきたなっていう、天がメッセージしてきたんだなっていうことをすごいなんとなく感じるようになって、その3日後が、その3日後にスマトラの地震だったんですよ。で津波が起きて、はいはい、で何なんだろうって、その1ヶ月前のそのスリランカの文化ワードといい、はい、なんか私の中で会いたいという歌が音を立てて変わり始めた瞬間だったんですよ。で翌年の2005年になりまして、ぜひもう一回スリランカでもう一回ライブやってくれないかっていう声かけてもらって、はい、もう一回またスリランカに呼ばれていくわけですね。で今度その国境を越えて、言葉を越えて
英語の歌を歌うわけじゃなく、うん、日本語のその会いたいやギフトの頑張れっていう歌が、うんうん、そのスリランカの人たちにもちゃんとこう気持ちの中で届いてもらえた瞬間があったんですね。はあ、そうですか。で、長岡でやった時と、うんうん、ね、そのスリランカでやった時といい、私にとってそれは大きな意味ではそのチャリティーに対してっていうことではなくて、うんうん、自分の人生の中で必要とされる歌の自分の価値観を変えられる出来事になっていくわけですね。はあ、そこでチャリティーを学ばされるわけですよ、逆に言うと。学ばされる、うん、だから自分の中にそういうそのボランティアスピリッツが目覚めさせられるにはきっかけがそれぞれ絶対あると思うんですよ、うん、そうですね。そういう人に何かその役に立とうってその気持ちが目覚めるのと一緒で、うんうん、私も実はそうやって歌が会いたいというヒット曲がレクイエムに変わっていったんですね。ヒットソングからレクイエムに。そうですね、やっぱり土地の魂を癒す歌、そして人の心を癒す歌、癒すということは魂を鎮めるということですよね、はい、でセラピーという言葉をもっとすごい自信を持ってね、使ってみようと、自分の歌をセラピーというその観点から表現することにそこで目覚めていくわけです。 My favorite song。ここからはゲストの方にマイフェイバリットソングを3曲挙げていただきたいのですが、澤田さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃまずいいですか。はい。じゃあ私が一番最初にその歌手になりたいそのアマチュア時代に聞いた、はい、The Greatest Love of All というジョージ・ベンソンバージョンなんですけど、この Greatest Love of All はホイットニー・ヒューストンのバージョンがとても有名なんです。実はね、そうですよね、ちょうどですねホイットニー・ヒューストンって私と同い年でですね。そうなんですか。そうなんですか。そんな若いんですか。いやいや、ほんまそうなんや。ホイットニーがですね、いわゆる全米じゃなくて全世界デビューですね、はいはい、全世界デビューを果たしたのはちょうど私がアマチュアでやっぱりバンドやってる頃だったんですね。あ、そうなんですか。でホイットニー・ヒューストンのアルバムをまず聴いて、はい、もうガツンと本当にトンカチで頭を割られるってこういうこと言うんだなっていうぐらい、同じ年のその世界のどこかの女の子がこんだけ上手に歌ってるって、でその時すごくショックで、私はもう歌手なんか目指しちゃダメだと、私はもうそれこそ虫けらだと、もう本当そのぐらいでそこに思ったんですか。レベルが違いますよ、挫折するレベルが。そのまま落ち込んだんですよ。でその時に一緒にバンドやってたあるキーボードの女性が、うん、ちょっとうちにいらっしゃいと、で、あなたに聴かせたいものがあるからと、それで聴かせてくれたのがそのアルバムに針をポンと落としてくれてファッと聞こえてきたのが、ジョージ・ベンソンの The Greatest Love of All のこのチャン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 って本当にね、なんていうの、オルゴールで子守歌を歌ってもらうかのように、優しくですね、いわゆるそのもう不正愛というかね、不正愛、ホイットニー・ヒューストンがもう本当に素晴らしいそのテクニシャンの究極だとするならば、この人はその歌をですね本当に枯れた歌声で、もうその歌が上手いとか下手だとか、そんなんじゃなくて、この人がどれだけ音楽を愛して生きてきたかという生き様を感じる歌だったんですよ。そうですか。その時になんか涙がボロ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 って出てきて、もう止めどなく溢れて溢れてしょうがなくて、でなんでこんなに泣けるか分かるってそのキーボードの人、はい、しのちゃんが言ってくれて、それはねって誰とも比べないこの人自身が自分の音楽に正直に生きてきたそのものでしょって、素敵な言葉、でね、あなたも自分の歌をまっすぐ自分を信じて歌えばいいんだよ、それだけ。でこの人見たくなりたい、あの人見たくなりたいじゃない、あなたはあなたらしく自分の歌をちゃんと見つめていきなさいっていうことを教えてくれたのがこのジョージ・ベンソンの The Greatest Love。すごいですね、それ。ホイットニーに潰されつつあった澤田知可子ジョージに投じられた。ジョージありがとう。おこがましいんですけれども、The Greatest Love of All という曲はそういうなんか歌う人が変わればこれだけ変わるんだという比較をさせてもらえたっていう意味でも、この曲が私にとって人生のナンバーワンソングなんですね。では次もう一曲お願いいたします。ありがとうございます、はい、もう一つはこの生き様シリーズで、はい、ローズというベッド・ミドラーが歌っている、これはですね、はい、ジャニス・ジョプリンという、はい、もう
ものすごい壮絶な人生を歩んだロック歌手アーティストがいたんですけど、映画にもなってますよね。ジャニス・ジョプリンの役を由布したベッド・ミドラーがですね、ジャニス・ジョプリンのその半生の中で、まあ、彼女の最後の最後のそのまああのステージの上で倒れて亡くなるわけなんですけど、その最後のエンディングにこのベッド・ミドラーのローズが流れるんですね。ほう。でまさにジャニス・ジョプリンという人の生き方が素敵だったわけではないんです。波乱万丈で、どうにもならない人、でも、自分の気の小ささ、弱さ、自信のなさ、それを全部全部歌を歌ってる時が一番幸せっていうかのごとくに、歌に全部それを表していく生きた。だから、歌ってなんだろうと思ったんです、上手に歌うことが歌では決してなくて、自分が歌いたい歌、自分が伝えたいものっていうのは、その自分が一生懸命生きてるそこにあると思うんです。自分が一生懸命生きてるからこそ、そこに自分にふさわしい歌いたい歌があるんじゃないかなって。だから、ちゃんと生きるということ、その誠実に自分の人生を生きるということが音楽になるんだということを教えてくれたのが、このベッド・ミドラーのローズというその、まあ、映画であり音楽だったっていうこと。ではでは、お名残惜しいですが、最後の一曲を教えてください。最後、ヨインジャジャ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 ンジャ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 個人授業でちょっと、はい、あのジョージね、あのいろいろでベッド見たら続いて、フィンガーファイブって憧れのデンデンデン、ちょっとそのイメージが違ってきました。なんでキャラまで変わってきましたけど、ね、どうしたんですか。はい、実は、根底はここなんです。お、沢田近子の根底がフィンガーファイブ。そうです。なるほど、どういうことですか。あの変声期前の男の子の声っていうのが、私の最高の宝石だと思っていて、小学校、私も当時3年生の時に初めてのフィンガーファイブを聞いた時に、これはもう絶対、私だと思っちゃったんです。ちょっと待って、これは私だってどういうことですか。アキラにならなきゃみたいな。いや、女の子だよ。あのいわゆる当時は子供のね、音楽番組がたくさんあった時代で、ありましたね。クラスメイトでフィンガーファイブを組んで、オーディションに行ってたんですよ。それで絶対私たちはテレビに出るっていう目標を持ってですね、フィンガーファイブの練習をしてオーディションに行くわけです。でも例えば東京オーディションですよね。全国からもういろんな人たちがこうオーディション会場がある中で東京オーディションに行くわけです。そうすると例えば100組のオーディションの子供が来るとすると、90組がみんなフィンガーファイブ。すごいですね。みんなトンボメガネですか。そうすると、もうオーディションというよりもフィンガーファイブ合戦なんですよ。モノマネ大会。で、ワンコーラスぐらいしか歌わせてくれないわけで、それでだんだんバーってもうこう選別されていく中で、で、大体私は絶対通らなかったわけですよ。うちのチームがフィンガーファイブ通らなかった。通らなかったですか。でも、100組目いますから。どう冷静に、どうひいき目じゃなくて、こう冷静に聞いても、私たちが一番上手だよ。小学校6年生の時にですね、もうあんまりにも受からないので、頭に来ちゃって、プロデューサーにちょっとこう直談判に行ったんですよ。小6ですよね。すごい。小6ですよね。ランドセル背負って行ったんですか。やった時はフィンガーファイブの気持ちになってますから、衣装着て、もうあのすいませんとか言って、あのって小学校の子来られて、私たちが一番上手なんですけど、すごいですね。なんでテレビに出られないんですか。すごい。っていう、当時のプロデューサーの方がすごい素敵で。君たちは本当に歌が上手だったよ。もうね、お歌の部分ではね、君たちはもうベスト5に本当に入ってたよ。でもね、これは子供番組なんだよ。子供らしさに欠けてるんだよ。たたたた、おませちゃんすぎた。そうすると、私たちの中で、すごいそこで納得しちゃったんですよ。私たち子供らしさに欠けたらしいよ。小6でね。もうこれはね、これ以上頑張ってもダメだ、大人になるしかないんだよ、解散したんですよ。納得して、すごいな、小6で納得しても解散ですか、解散みたいな。もうこれはもう、アキラはやっちゃいけないって。でも、もう本当にそのぐらい好きだったんですけど、大人になっても変声期前の男の子の声に異常に反応しちゃうんですね。沢田さんの歌の原点がね、フィンガーファイブにあったとは。
意外でした。意外でしたね。まさか小6で挫折してたとは。いや、楽しい時間、本当あっという間に過ぎてしまいますよね。楽しかったです。どうもありがとうございました。ゲストに澤田千佳子さんもですね、お招きして、お送りしてまいりましたが、皆様お楽しみいただけましたか？そしてなんとですね、はい、この後のワンポイントレッスンがね、実はすごいんですよ。何なんですか？あの澤田さんの名曲会いたいをですね、なんと澤田さんご自身にですねワンポイントレッスンしていただきたいと思ってますんで、どうやったらこう上手に歌えてですね、こう聴いてる人にこう感動を与えられるか、そこをですねじっくりとこう澤田さんにお聞きしたいと思いますんで、ワンポイントレッスンの方もよろしくお願いします。わあ、お願いします。今日はですね、あのスリランカ語の挨拶で始まったじゃないですか。何でしたっけ。アーマボー、アーマボーや。アーマボーちゃうじゃん。アイボワン。ですから、最後もですね、スリランカ語で締めましょうか。はい、あ、いいですね、いいです、はい。また会いましょうという意味なんですけど、うん、ナマナハマヤンっていう形で。覚えましたか、二人とも。生ハモンが美味しい。生ハモン美味しいちゃいました。欲しい。何でしたっけ。ナマナハモヤン。ナマナハモヤン。はい、じゃあ最後はそれで締めますよ。はい。それでは、またこのビクターサウンドカフェでお会いいたしましょう。お相手はミッキーとケイスケと初音ミュウでした。生だね。